そちらです。せいやです。うん。もう。さあせいやさん本日は無免監査。え？無免監査。あかんやそんな人。まあ、前そうそうなんですよ。え？おっしゃる通りで、まあ、前回ね言いましたけど、ちょっと免許が取り上げられましてらしいな。はい。まあ本当下りチューブのせいというか。はい。下りチューブのせい。まあこの食事だろみたいなね、うん、このアンチたちが僕から免許取り上げて、まあ、監査委員会がもうこれはとんでもないと言います。で、まあ免許もそうなんですけど取り上げられたんと、あと、はい、まあ謹慎もつきまして最近、そうそう、なんか配給の回で配給のなんか飯なんか全部キャラに精通するなんか飯やったみたい、はい、俺全くしなくて関係ないとこじゃん。めっちゃ荒れました。で、あれで謹慎。監査委員会から荒れた。もうお前何も言うなって。お前はアニメしか見てないねんから何も言うなって。配給ファンから。いや、知らんよ。そんな、まあ、ファンブックみたいなみんな知らんよ、そんな。キャラ関係あったやん。いや、俺ライト勢やからね。映画見に行ってたよ、お前。見に行ったよ。謹慎中やのに。めちゃ。大丈夫なんだ、お前。やめろ、言うて。階級とか変わるな、お前は。ちゃちゃ。映画見に行くやつがお金落としとんねん。ああ、おもろ。ちょ、そのマニアじゃないから、くれぐれも。くれぐれも。なんか言ったことない、なんかのマニアですって。にわかだとか言ってにわかや言うてんねんライト勢や言うてんねん。まあ、監査なめやがって。じゃあ無免で禁止中よ今。だから今日だから飯ついに監査じゃなくて、はい、ダメ無免監査。でもこれ見て、すき家の新しいお好み牛丼、これは監査や、はい。まあ、ただプロとして監査しないんで。なるほど。もう野良です。はい。ああそう。野良で。野菜。監査メールも来てないな。さが。いや直前まで。紙用意してない。名作家やなお前。いや自分の。すっかり作家。あいつが書いたやつも。めちゃくちゃおもろい。あるはずやのに。いやさすがやな。また今度というか。さすがですね。名作も、もう今謹慎中やからマジで。そうなの。もう配給ファンに袋叩き今。知らんわ。そんなん。いやそうよ。いやなんか全部あんねんて、そのキャラが温玉とかカレーとか、実はここで思い出の味とか。いやわかんここで食べてたみたいな。知らんこっち試合とか練習ばっか見てるから。いやそれは確かに監査するなら調べとけやっていう話なんで、それは申し訳ない。だから。謹慎ということで。いつまで？ね、2020だから言語変わるまでかな。次の言語変わったら復活します。そうなん。で令和では見納めや監査は。まあもう監査じゃないよこれ。メシ。フリー、うん。フリー監査やな、だから言うと。フリー監査。うん、自由。フリーランサーみたいな。うん、まあでも食べたことないよこれ。食べたことない。めっちゃ気になるってか、めちゃめちゃうまそう。あほんま？俺まあプライベートやったら絶対チーズ牛丼とか温玉ネギとかやっぱ食べちゃうんで、これ頼まんな俺は。限定ですか？もう見たことないもんな俺。ここの期間限定。え、これ小林さんは今まで監査やったけど免許剥奪されて謹慎中フリー監査なって、これどっから持ってきたんですか？お前小林さんで笑い取るなお前。監査じゃないね。あもう監査ボックスじゃない、僕が買ってきた。めちゃくちゃおもろいや。はい。あそうなんや。小林さん給料もうほぼないっすもんね今、申し訳ないけど。え、なんで？どれぐらい減りました？監査、監査マネージャー外れて。あー、なるほどな。3分の2ぐらいもう、減っちゃった。3分の1、吉本の3分の2は監査の給料で賄ってたんで。月200万ぐらいあったけど、もうゼロになった。いや、それ、あの人え
あの方、あの方か、あの方、あの方、あの方、ボルデモート教みたいな、あの方、お前、お前、あの方、あの方、いやもうどうなってるか分からんから、お前な、お前で、一七味もかけてね、ヘルシーなんか、どうなんかね、これ、だって米とお好み、え何これほんまに。見てこれうまそう。あマジキャベツと細かいキャベツと紅生姜マヨネーズと牛やん。何やねん、夢の飯かもしれへん。えマジ、えこれなんやねん。いただきます。ヘルシーなんかね。んめっちゃお好みや。めっちゃお好み焼き。うん、ん？何やこれ。あ不思議なんや。いやーまあうまいな。感謝じゃないね。うまいかい。うまいけど、いやでもね、やっぱそれはチーズ牛丼とか頼んでまうな俺は。な、うん、でも一回は食べ、ソシナさん、え、食べます一口。うん、大丈夫。いや、めっちゃ興味あったから。いるんかなと。いら。うん、まあ、俺は分からん。お、出た、関西。関西委員会見てるか。お野良でやってます。お前らに捨てられて。あの方。違う、このノリはさっきやってた。違う。いやだって、いやそんなフリーやん、自由やんじゃ。違う、さっきやってたよ。あの無免許なりましたっていうのさっきやってたから。いやそこはほんまくれぐれもそこはかぶしてない。すいません。関西委員会、もう知らん、もこっからはごめんやけど、闇の監査員として、だからもうはっきり言うけど、はい、味ごちゃついてる。うお、あでも、まあ、今の方が関西っぽいかもな。お好みにほんまなんかご飯をマジで混ぜた感じ。でも一回は食べてみてほしい。うん、好き嫌い分かれると思う。これはすごい挑戦的ですね、すき家さん。やっぱ自分の好きな飯頼んでるわけじゃないやん。うん、一品だけやん。それがなんか好感持てるね。フリー監査の方が向いてんのかな、もしかして。フリー野良監査。いやぜ、小林さんが大変。あ、そうやな、フリーマネジメントは。あ、これ粗品さんほんま好きかもね。俺好きそう。まあ、ちょっと、もう頼まんとか言ってるけど、ちょっと止まらんわ、これ。うまいな。どっち？いや、野良やから。野良やから。うん、適当。まあまあまあ、腹減ってたら食うしって感じ。うん。何やねん。ただ、もう多分頼みません。おう。もう、チーズ牛丼とか、やっぱ、ネギ玉には勝たねえんかな。そっち行っちゃう、やっぱり。まあなあ、他がうますぎるからな。そうそうそう、人生の一食なら、これは選ばないと。あれでした。よろしく。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。